俺じゃなくて信長が死ねばいいのに。そうすれば秀吉様が皆が笑って寝てられるよう気づいてくれる。皆に笑いながら寝られては不気味だ。今天下に一番近いのは信長、むしろ秀吉様はそれを脅かす最大の火種、消えるべきは秀吉様だ。人間的には官兵衛殿だって秀吉様でしょ。くだらぬ情だ。はあ、官兵衛殿の将来が心配だわ俺。清正やら三成やら若い子に嫌われて切られちゃったりして。望むところだ。自責の私が憎まれれば主は汚れずに済む。おこがましい。私は安心だ。私が若造に切られても悲しむ愚物はやがてこの世にはいなくなる。ねえ、一つ約束してよ。死人にまで嘘はつきたくない。それじゃあ嫌がらせ。忘れないで、俺は光になって官兵衛殿を見守っててやるよ。ふん、夜でもか。月や星の光となって。雨ならば。雨の日はまあおねね様曰く頑張ればなんとかなるって言うしさ。さーて寝るか。眠れ、もう邪魔はせぬ。太平への答えは私が導き出す。